はい、どうも皆さんお久しぶりです。翼風呂です。さあ、というわけで今日はいつもと違ってこう CG の動画、まあ CG なんだけど、内容はなんだけどちょっと変わった動画になります。いつもはこう面白いところとかなんか CG のね、こういうことやってみましたみたいな動画を上げてるんですけど、今日はちょっとまあこう視聴者のね、みんなにねこう向けたような感じの動画にしたいなということで、そろそろこういう動画上げたいと思ってたんですよ。最近ね、チャンネル登録してくれる人めちゃくちゃ増えてきて、もう知らないとか、最近ちょっと忙しくて動画手つけれてないんですけど、まあそれでもちょっと増えてきて、はい、もう3万7000人の以上の人にチャンネル登録してもらってます。そう、あなたもおそらくその一人でしょうということでね、今日はそんな感じでなんか話しながらできたらなと思います。で、まあお題をねちょっとつけてね話していきたいんですけど、今日お題にあげたい話は、尻対決という動画の続編についてです。はい、実はね、尻対決2という、まあ2っていう名前についてるからには1があるんですけど、実は以前にこういう動画を出していました。ではまずタチアンカさん、よろしくお願いします。おお、あ、いいっすね、あ、いいっすね、音楽流れてますね、これ。はい、尻対決1という、まあ、尻対決っていう動画出してるのかな、確か。はい、タチャンカと IQ のお尻比べたら、もうどっちが人気なんだと、もうそろそろ、ね、視聴者のみんなに投票してもらって、はっきりつけようじゃないか、白黒、みたいな感じでね、そういう動画を投稿したのですけど、まあ、その続編というわけです。皆さん、ご存知の通り、支持会に新たなお尻が、まあ、寄りてきました。そう、エラです。そう、エラなんですよね。もうあれ、なんていうの、もう、画像でさ、ツイッターに出回ってる時から、ああ、もうこれもう尻対決しなきゃいけないわって、IQ と戦ってもらわなきゃいけないわってずっと思ってたんだけど、まあ、それだよね。まあ、それの動画なんですよ、今回。うん。で、それを録画して、まあ、録画して、で、僕、ノートパソコンで最近編集してるんですけど、録画して、映して、で、まあ、外で編集するんですけど、それで。で、まあ、もうワクワクして、ああ、もう絶対これもうみんなに手伝ってもらうし、あのフレンドのいつもやってるお兄さん、アスカさん、ミクさん、ニャンコさんっていうね、ツイッターのリンク下に貼っておきます、説明欄に。はい。その方々に、手伝ってもらったんですが、ね。音声密でね、動画が撮れてなかったんですよ、これが。まず実際どんな感じで撮れてなかったっていうのね、まあこれはもうお蔵入りするから、もうみんなにちょっと見ていただきたい。それでもう本当にお蔵入りするってことで、どうぞ。で、今回その IQ の立場を脅かすほどいいお尻をこの CG 界に持ってきたエラさんです。こういいですね、もうこの太ももね、わーやばいですね、このもうスパッツ履いてるあたりがもうたまりません。と、まあこんな感じでね、音声がね、あ、僕の音声乗ってんですよ。僕のマイクの音声っていうのはパソコンに直接入るんで、パソコンから繋いでるマイクで撮ってるんでね、で入るんですけど、ゲームの音声っていうのは、ゲームの音声で直接パソコンに入れるんですよ。でもそこがどうもね、なんか音声の収録ミスで入ってなかったみたい。うん。なんで、だから PS4 のパーティーで音声出すじゃん。みんなの声。パーティーのみんなとゲームの音。だから、そこが入っていないから僕の声しか乗ってないっていう。やっちゃったよね。で、しかもね、動画の中で僕、こういうことも言ってるんですよ。あ、これで音声取れてなかったとかって面白いんだけど。取れてます。ね。その通りになっちゃったね。動画、音声撮れてなかったら面白いっすよね。でも、全然面白くなかったわ、もう。面白くねえわ、もう、本当に。涙だわ、もう。はい。というわけでね、まあ、投稿は、これ、ちょっとお蔵入りになっちゃうんですけど、まあ、お蔵入りになっちゃうんですが、まあ、ミクさんがね、どうも、撮ってくれたみたいで、PS4 の方で。まあ、その動画だけちょっと、この横にポンと表示させたいんですけど、もうちょっと右に。右へ？左。もうちょっと右、もうちょっと右。ちょっと、そこ。ゆっくり。美しい。これ放送できないよね。ああ、美しい。ああ、やらしいわ、これは。これはダメだよ。これダメや。これね、あの対象年齢18歳以上ですよ、これ。ダメですね。はい。
まあ、モザイクだらけで、まあ、映せないんですけどね、結局。気になる方は、この説明欄のミクさんって書いてるところのツイッターに飛んでもらえれば、多分最近の投稿だから全然、見つけれると思います、すぐに。うん。で、まあ、それはそれで見てもらって、まあ、また、ね、みんな、フレの皆さんに同じメンバー、ちょっとお願いして、もう一回撮り直しするので、皆さん、よろしければ見ていただけたらなと思います。涙。涙なんだけど。あ、でね、あのもう一つ、まあ、頼みたいことがあって、知りたいけつばの時もあったんですけど、投票機能っていうのをつけるんですよ。出せるかな？こんな感じ。右上にね、出るんですけど、でこんな、なんていうか、右上の i のボタンをタッチすると、スマホだったらタッチ、パソコンだったらクリックなんですけど、まあ、それで出てくるんでね、前はもう IQ が圧勝です。うん、IQ 超圧勝。もうボロ勝ちだったんだけど、今回エラと IQ いるんだから、もう全然いい勝負するんじゃねっていう。俺正直ね、俺は今のところエラ。エラがいい。うん、てかもうエラに投票して決めてる自分は。なんでね、みんなも投票して、もう CG 界の、CG 全プレイヤーのね、意見で決めてしまおうじゃないかという。まあそういう感じの動画なんで、2は。よければ皆さん見ていただけたらなと思います。ね、まあ、で、なるべく早く録画して、撮影して投稿しようと思うので、皆さん、楽しみに待っていただけたらなと思います。はい。で、今日はね、まあ最後に、NG 集流そうかなと。実は知り対決1の時、結構長い録画のファイルなんですよ。でも動画としてはすごく短くなってて、面白いけどカットしてる部分、たくさんあるんですね。ちょっと、こう、知り対決の路線からちょっと外れてるっていう、まあ、外れてるってそれが面白いんだけど、まあ、それが面白いんだけど、もう路線から外れてるからもう仕方なし、カットか、みたいな感じで、カットしてね、まあ、そう、知りたいけど、じゃ短い動画なってるんですけど、まあ今日はそこのね、カットして、放送とか投稿できなかった部分の NG を、最後に流して終わりにしたいと思います。あ、で、NG なんですけど、知りたいけどの1見てない方は、今ここで動画止めてというか下にリンク貼るので、そっち先見てから NG 見てもらった方が、この辺で外れたのかなっていう路線がね、線路外れていったのかなっていうところが、分かって面白い、より楽しめるんじゃないかなと思います。はい。でね、見てくれた方はもうそのまま楽しんでください。ということで、今日は最後にその動画を流して皆さんとお別れしたいと思います。またね、こういう動画出せたらいいな。こう、CG の動画、まあ、CG の動画について語ってるけどね。こう、みんなに向けて、みんなも向けてるな。これなんていうの？会話でもないか。なんて言ったらいいんだ。まあそんな感じの、なんていうのかな。こう、視聴者の皆さん、直接向けている。僕から、人として、CG の動画を届けるのではなくて、僕から直接言葉を届けたいという、そういう動画なんて、またこういうのできたらいいなと思います。というわけで、じゃあ最後に、NG 集流して今日はお別れにしたいと思います。じゃあ皆さん最後まで。見てくれて、最後までじゃないね。この先まで見て最後だね。うん。そこまで、最後まで見てください。ということで、じゃあよろしくお願いします。じゃあ、では僕はこの辺で失礼したいと思います。では、またね。バイバイ。いや、どさくさ負けないで、この野郎。じゃあこれもうエントリーナンバー3番のスレッチさんじゃないこれ。スレッチさん、あれその枠あった3番 ?3 番。じゃあ、行きましょう、行ってみますか。下に下がってみて。下がって。あら、なんか、あ、でも結構、やばい、IQ がリンケツしてない？あれ結構、マジで予想外。この割れすぎない感じが。しかもなんか男性ならではのシュッとしたお尻が。あ、スポーツマンヒップでもっこり？いや、もっこりじゃない。いや、にゃくなっちゃったわ。いや、これ、この頭よく…ハゲ取りやないか。はい、ということで皆さんここ真ん中ちょっともう一回最初の位置に集まってもらっていいですか？いや終わっちゃう終わっちゃう。ちょもう一回仕切り直しで。いや終わっちゃう終わっちゃう。なんで怒って。いや臭い臭い臭い。
何やこれ。何ハゲ取るやれ。ハゲ取るやろ。